皆さんこんにちは。本日講師を務めさせていただきます、私楽天証券 FX 事業部の川口です。どうぞよろしくお願いいたします。それではマーケットライブ始めさせていただきたいと思います。ではまず現在のレートを見ていきたいと思います。はい、ドル円現在100円の96、97付近、ユーロ円が131円の68、69ですね、オージーが97円の、37、38付近、でこの辺で、推移しております。で今週はですね、かなりちょっと株式市場の方が、大荒れとなっていましたところですから、為替の方も振れ幅が、かなり、大きくなりました。ですのでちょっと今日はですね、マーケット、スピードの方も、兼ねて、為替の方を見ていきたいなと思います。できっかけはですね、先週木曜日、HSBC の中国製造業 PMI、こちらが50を下回ったことからですね、上海総合指数、ですとか、ハンセン指数中心に、売りが強まったことでですね、これまでずっと、一辺倒で上がってきた日経平均に、一気にですね、利益確定の売りが持ち込まれたことで、株式市場の方がかなり大荒れな、相場展開と、なっております。でこの急落ですね、かなり投資家の、心理を痛めてしまったことですね、今週も、下落相場が続く、大荒れとなっていました。はい、月曜日はですね、英米実質的に休場となったことですから、値幅は、かなり小幅なものにとどまったんですけれども、その火曜日ですね、また株式市場が、下落したところから、ショートカバーが入ったんですけれども、もう本当に、日経平均と連動する、ここですね、形で、ドル円の方にも、ショートカバーが入って、反発といった相場展開となりました。で、この後アメリカのコンファレンスボード、消費者信頼感指数がですね、予想を上回ったことですから、その出口戦略というものが期待され、米債金利も、上昇したことで、ドル円、101円、ちょうどレベルから102円の50レベルまでの、ショートカバー、といった形となりました。でまたその翌日の水曜日になりますとですね、また再びポジション調整の、動きなどでですね、株式市場がかなり不安定な、動きとなりまして、ここからですね、ここのあたりで、また日経平均が再度下落基調に、なり始めました。で、それでドル円の方も、下げ幅をまた拡大して、全戻しの流れになって、101円割り込み、1割り込みですね、下落となりましたけれども、この日はですね、やっぱりドル円の100円の、50のサポートラインが、かなり厚いと言われておりまして、101円ちょうどを行き来する、展開にとどまったという、形になりました。で木曜日ですけれども、東京時間の午前ですね、中値需要、こちらの円売りが、持ち込まれたことに加えてですね、株の方も、反発、下げ止まってやや反発したことでですね、100円の60、レベルからですね、101円の、50ぐらいですかね、反発といった、流れになったんですけれども、午後に入ってですね、また、ちょっと、値動きが荒い、相場になりまして、ここからですね、一気に700円ぐらい、700円を超えるですね、下げ幅を記録して、引けた後もですね、欧州勢によるですね、ドル円の、売り仕掛けも持ち込まれですね、ここから一気に、100円の50を、割り込む。割り込みですね、5月9日以来の安値圏、こちらへ突入、一瞬ですけれども、突入したといった、展開です。ただですね、その後、欧州株、こちらが下げ渋ったことでですね、カードの警戒感が後退したことから、あとそれに加えですね、公的年金、こちらの、外貨運用の弾力化といった報道がなされましてですね、ドル円は一気に、ちょっとこれ2時間足なんですけれども、このあたりですね、本当に瞬間的に、101円の、30から、70ぐらいまで
瞬間的に反発する荒っぽいかなり値動きになりました。まあ、その後ですね、しかしながらですね、発表されたアメリカの新規失業件、申請件数、こちらの方が悪化してしまいまして、と同時に発表されたアメリカの GDP 改定値ですね、こちらも速報を下回ったことからですね、また再びドル円に、売りが観測されて、100円の60ですか、レベルまで、また全戻しの展開となりました。ただですね、やっぱりこの100円の50トラインがかなり、サポートとして意識されているようでですね、このレベルに近づくと、下げ渋るといった、形、展開がちょっと今週は続いているのかなといった、形ですね。やっぱり中期的に見てもですね、こちらドル円の日足、ローソク足なんですけれども、ちょうど移動平均線に接している状態でやや下げ渋っているところですから、そろそろ反発あってもいいんじゃないかなといった、向きもかなり多いのかなといった印象ですね。ただですね、月足で見て、月足のこちら一目の均衡、平均線なんですけれども、一度雲を突き抜けて、103円の後半まで上昇したんですけれども、また、上ひげをつけて下がってしまいまして、ここからまたさらに雲に突入しますと、ちょっと、シグナル的には、売りシグナルが、点灯してしまうのかなといった、状態ですので、今後の株式市場ですね、こちら日経平均の日足なんですけれども、ちょっと50日線が今出てないんですけれども、そこを割り込んでおりますから、ここからさらに下げ幅を拡大といった、流れになりますと、相場がクラッシュして、ドル円ですとですね、99円を割り込んで、98円の70あたりまで、落ちてしまうのではないかなといったところですね。戦略としては、そのあたりに、ストップ、ロスの方を、置きつつも、100円の50から、99円の50あたり、こちらはサポートラインが、かなりありますから、このあたりで、買っていきたいなといった、戦略が有効なんじゃないかなと、思っております。はい。本日のマーケットライブですね、これで、終了にさせていただきたいと、思っております。ありがとうございました。